こうやって海の人と山の人はつながって、そういうつながりの中からなんか頭じゃなくて、その川も水も食べ物もエネルギーも全部こうつながってるって、つながりが見えてくるのかなっていうふうに思って、あなたの優しさは隣の、おいたいた、おいたいたいた、分け与え少しずつ大きくなっていくよ、あなたが触れた心は一つずつ伝え、めっちゃ気持ちいいでしょ、これめっちゃ気持ちいいよ、気持ちわかった、気持ちわかった、結果が幸せになるように地球あなたの優しさも回っていて、隣の誰かが少しずつ優しくなれば世界は変わってくよ、あなたの気持ちは少しずつ受け取ろう、考えは違うけど始まりは同じ愛なんだ、うわー、熱いよね、うわー、よいしょ、イエーイ、せーの、イエーイ、森の神様お邪魔します、人はやばいじゃん、頭とか勉強でさ、その海と川がつながってるとか山と川と海がつながってるじゃなくて、人がまず最初つながって、それで体験がつながってくっていうか、そういう心とか気持ちがつながることはすごく大事だなっていう、うん、で僕らも行ってみたくなるじゃない、で新しい風が入るし行ってみたいな、で向こうも来てみたいなってなるだろうし、もしかしたらその循環っていうのはそういう循環なのかもしれない、それが循環なのかもしれない。